ご近所さんの気楽なステージ。皆さんこんにちは。こんにちは。ご近所さんの気楽なステージ始めたいと思います。はい、いつもと同じ、キーシガクです。坂本です。はい、よろしくお願いします。今日はまた久しぶりに愉快な2人組がこれから出てきますので、ぜひ、笑ってください。そうですね。ただラジオなんてね、彼らの仕草、はい、ね、それがちょっと見えないのが残念なんですけど。そうですね。うん、特に二人のジュンキータッキーですけど、タッキーの方の、うん、ちょっと唖然とした表情とかはね、そうですよね。だからガックンがちょっとこういう仕草してましたとか、はい、ちょっと説明してくれてるから、僕解説するんで、できる限り、ジョンキータッキーという知的障害のお笑いコンビ、そうですね、3回目の登場ですけど、何はともあれ聞いてもらえますか。はい、ね、ではジョンキータッキーの2人どうぞ。じゃあほら、電車とか汽車があるじゃん。汽車、汽車って知らない？知ってます。できる？できます。汽車、さっき汽車汽車汽車ちょっと強引に3文字言ってみようかな。いいですよ。じゃあみかんも、はい、みかんに考えるは難しいんですよ。それは3文字は結構難しいよね。はい、2文字はできるけど3文字はできない。あ、できないですか。はい、なるほど。いいですよってさっき言ったじゃないですかできないですね。じゃあ柿、キラ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 出た山ほどあるんじゃないですか、違うパターンね。えこれすごいですね。これはちょっとしたゲームですよ。本当何でもできそうだね、2文字ならね。はい、いっぱいありますので。そうって言われてすぐできるって本当芸人だよね。はい、ちょっと長いやつ言っていいですか。ですよ、2文字じゃなくて。はい、どうできないって言ったじゃん。いや、逆3文字はちょっとできないっていうのは分かったんですけど、もっとできない、ね、逆にちょっと長すぎぐらいだったらできるかなと思って。ニューヨーク、クリアニュー。短い今ので終わりですか。うん、5文字でしょ。5文字、はい。クリアニュー、クリアニュー、ニューヨーク、クリアニュー。なるほど。傷つき、傷つき、あ、傷つき、ですよ。同じなんですかなるほど、解剖だと一緒なんですね。そっか。でもタッキーがよくくっついてくるね。はい、一緒に行ってましたね。アウンの呼吸がすごいですね。ねえ、アウンの呼吸相当練習積んでますね、これ。うん。
リズムが合うとこもすごいよね。はい、じゃ坂本さんもやってみます。いやー、できそうもねえな。リスで俺に言ってる、はい、できないよ。いや、なんとなくできそうじゃない。スイ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 、ほら全然違う。今ちょっと違うパターンでしたよ。肌をスリスリするっていう、ほっぺたをもう一回リス、スリ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 、聞く分には一緒ですからね、これ。見た目違うんですよ、これね。うん、ほっぺたをスリスリしてるんですよ、今。なるほど。地味に違うパターン今出たんですよね。うん、ああ、山ほどあるな。ゴミ。ミゴミゴミミミミミリン。あ、そうや。そうやった。ミはミミリン。忘れとった。そうか。もう言おうと思って忘れちったよ。なんだっけな。そんな悩むことですか、2文字の単語。犬はぬいぬいぬぬぬぬ。あ、これは最後つかないんだ、何にも。つかない。あれはあの、何っけ。これもちょっと違うパターンで、指で。毛糸の、なんだ、これ、やるときに。編み物みたいな。編み物、そうです。うん、で、こっちで手を犬出たら、ぬいぬいぬぬぬって言ってくれます。なるほど。指でこう、なんか編み物してるみたいな手つきを。はい、なるほど。うん、すごいですね。猫はちなみに。猫は私が。猫。猫猫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 。すごいなこれ。これ僕もうちょっと狂気を感じますね。どこまであるんやろっていう。これすごいですね。いや最後よく会うよ、会うのも言うよね。はい。ね。すごいですね、突然言われて。そうやったの、前にやったことあんの。猫とかはないけど、うん、パレットは行きます。パレットに中にいます。うん、猫子猫猫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 振ったのか、ただ会話の中に入ってきただけなのかも分かんないですけど、もうとにかくやるっていう、うん、もうガッツがすごいですね。いやーすごいなと思って。そう、なんだ、何でもできるじゃん。え、このなんか2文字言われたら何かやるっていうシステムは、うん、なんかそれ自体に名前あるんですか。名前ですか。はい、特にないんですか。あ、ない。ああ、なんか2文字でやるっていう、ね、やりんだろうね、ひっくり返って、うん、じゃあ、あのタッキーの好きなほらお寿司の中にイカってあるじゃん。イカ。うん。イカ。カイカイカカカ。書いてますよ。これはこれどうなんですか今。アドリブですか。カイってやってるんですか。はい。なるほど。アドリブで二人で合わないでしょ。ね。いや、まあ、今若干バラバラでしたけど。タッキーはちょっと忘れてた感じですか。書くの。はい。イカカイカイカカカカ。ボリュームだけはすごいですね。カキイワキワキキキカキイキ。ああ、そうか、やったでしょ。やりましたね、うん、もう忘れたわ。もうね、バカカバカバカカカ。口開けるの。口開けるんですか。はい、最後無言で。ああ、カバのでかい口開ける。ああ、そうです、ね、最後無言で口を開けるっていう。なるほど、終わり方でしたね。どこまでアドリブでやってるのか決まってるのか全然わかんないんですけど。今のアドリブですよね。違います。ん、あ、決まってるんですか、うん、はあ、うん、決まってなくちゃやんないよね。そうか、2人で。さすがにそうですよね。これいいね、面白いね。大和なでしこだ、難しいやってみましょうよ。できるかもしれないです。小文字があると、カタツムリは言える。カタツムリ、リメツカタ。え、そう、これは一個あるんですか。カタツムリは、カタツムリ、リメツタカ、一人ツタカ。え、一人一人やるパターンですか。カタツムリ、リメツタカ。お、自由だな。タイミングがす、え、カタツムリ、リメツタカ。あ、これが正解ですね。なんかな、何でもできるじゃん。ボーリング、グーリンバ。長い単語は基本的に言うだけっていう感じですね、うん、ひっくり返して言うだけ。パイプ椅子、
スイープイパ窓ドマドマドドド。ああ普通か。じゃあ悔しいですね普通のやつ。あこれ3文字になっちゃうの？ボールってルーボルーボ。えもう一回ね、うん、ボールルーボ。なるほど、音量で押し切る感じですねそういうことか。今日はいい発見しましたね。これ発見、なんでこれ今まで出さなかったんですか？あくびしてるじゃないですかタッキーさんちょっと飽きてき きますよね。飽きて、もうさすがにね、何回やらせるんだって思います。これしてないです。これちょっと今まで隠してましたね、このすごいやつ、はい、他にもまだまだありそうですけどね、すごいやつ。ありますよ。ありますか？あります。どんどん言います。どんどん、いやいや、この2文字のやつじゃなくて別のなんかすごいやつあります。ありそうですけどねこれこれ良かったですね、うん、坂本さん、うん、今日はね、まあ、これあれじゃないですか、ライブとかだったら、うん、お客さんに単語言ってもらう感じじゃないですか。なんか何でもいいんで2文字の単語言ってくださいみたいな感じで、うん、そうそうそう、で言ってもらってその場で即興でやるみたいな、はい、そういうパターンですよね、うんうん、これどこでもできますよ、講演会でもね、坂本さん。そうね、はい、じゃあ今日はすごい発見したんで、はい、またネタを考えておいてもらって、わかりました、また出てください。はい、そして、ね、またいろんなところで活躍してほしいですね。うん、はい、ありがとうございます。ということで、うん、今日は、お笑いコンビ純喜タッキーの2人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、はい、面白かったですね今日はね。新しい、でもなんか彼らはああやってラジオ聞いてみる、皆さん聞いてお分かりになったと思いますけど、突然ね、はい、振ってもああやって声を合わせてやるっていう一つのあれができてんですね、もうね、彼らの中にね、システムとして出来上がってるんですね。ね、突然振られてああやってやれるってことは声を揃えてね。そうですね、こっちが全然振ってるつもりじゃなくてももう動き出しますからね、向こうはもう振られたと思って2つの単語来たんで、そうそう、2文字が来たんで、うんうん、でもその言葉を逆算するっていうだけではなくて、なんて言うんですか、そのメロディーっていうのかな、はい、なんて言うんですか、ああいうのね、ああいうのも合ってるじゃないですか、はい、そうです ね、全部辻褄がちゃんとあるんですよ。あるのよね、はい、だからおなかなか今ちょっと単語言っただけでもかなりバラエティ豊かだったんで。そうですよね、考えていくとすごい数になりますよ。ああ、ね、天文学的な数字になるなるでしょうね、はい、これはちょっと普通の人には真似できないネタですよね。そうですね、特殊なネタと思いますよ僕、うん、今日はすごい発見したような気持ちがあるんですけど ね、彼らをね、はい、うん、これはもう本当に狂気のネタですよね、うん、まあよくいろんな芸人さんも見てる観客の人から言葉をもらってなんだかんだそれをお笑いでやる人たちもいますけどね。そうですね、まあああいうのってのはやっぱりまあ中には桜的なものもあるのかもしれないけど、今日なんかそれ全くなしですからね。あ、突然振ったわけですからね。ああそうですよ、それはそうです。リハーサルとかしてないですからね。リハーサルも全くやってないし、はい、前の打ち合わせっていうのも全然やってないわけだから、はい、それであれだけできるっていうのはやっぱりそれなりの彼らの特徴ですよね。すごいなと思いましたけどね。こんなにアドリブ力があるのかと思いますよ。そう、ね、あのシステムに関してはですけどね。そうそうそうあれ以外はちょっともうひどいもんですけどね、うんうん、でもまあそれでいいんじゃないですか。そうですね、あのひどさが逆に際立ちます ね、あのネタをやった時に、うん、まあすごく面白かったな今日は。まあ僕なんかも面白かったなと思ってるんで、うん、僕思うんですけど、うん、彼らまだまだありますよ。隠されたありそうだね、はい、だからそれをいかに引き出せるかが
こちらの力なんだと思うんですけど、ね、そうですね、今日は偶然でしたからね。こちらも偶然見つけたっていう、うん、偶然見つけたという状態ですからね、うん、なんで今まであれをやらなかったんだと思いますよね。うん、あんなすごいシステムを、うん、なんかすごいこれから本当今までの違う他の一発ギャグがすごいしょうもなく感じてきましたよ。もうこんなすごいの見せられたら。そうですよね、まあ、これからもまた出てもらおうと思ってるんで、ね、はい、楽しみにしててもらえればなと思いますので、はいはい、またよろしくラジオ機の皆さん期待しててください、はい、というわけで今週は以上です。はい、ありがとうございました。また来週。ご意見ご感想、福祉に関するご質問、情報コーナーで放送してほしい情報、またゲストコーナーに呼んでもらいたい人、団体などがございましたら、次のメールアドレス、ファックス番号までお寄せください。メールアドレスは gks@fm767.net gks@fm767.net ファックス番号は 048-229-9434 048-229-9434
Yeah, the ship. A little boy arrived on stage and stopped beside the little girl. What are you making? He asked the man. I'm repairing the sideboard, said the man. It's got a big cat, said the little girl to the little boy. And it catches mice. What's its name? Asked the little boy. Tiger, said the man. Meow, said the little girl. That's right, said the man. Meow, wow, 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 in the back portion of the bread. Nick was real in the corner of the bread. Thank you.
Thank you.